はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、また群馬に来ております。というのも先日ですね、動画で公開させていただきましたマサボーさんというお寿司屋さんであり、デカ盛りのね海鮮丼で有名なお店なんですけれども、前回の動画ではですね、次回はチャレンジにお伺いさせていただきますとお話をしましたので、早速ではございますがチャレンジメニューを挑戦しに参りました。まあもう前回はね、海鮮丼からお寿司からまあいろいろなネタをいただきまして、もうどれも美味しいかつ安いという、ぜひね皆様もこのチャレンジメニュー以外にもたくさん美味しいメニューございますので、一度食べに来てみてください。でもうすでにですね、メニューはお作りしていただいておりますので、もう少々ね完成するまで待ちたいと思います。はい、ということで、ただいまですね、本日いただくチャレンジメニューが到着いたしました。こちらでございます。総重量5キロの海鮮丼になります。で、一応ですね、全然ルールはまだ決まってないんですけれども、個人的にはですね、海鮮丼、きついチャレンジですので、まあ5キロということで、40分にさせていただければなと思います。うわぁ、ドキドキするなぁ。じゃあ、そしたら何か、3秒前ぐらいから掛け声いただいてもいいですか。お願いします。じゃあ3、2、1スタート。いや、すいません、いただきます。頑張ってください。いただきます。うわー、これちょっともううまそうなネタばっかり。ちょっと丼でいただく前に刺身だけで。あー、やっぱうまい、うまい、うまい。のどぐろに金目に、最高ですね。好きなネタしかないわ。いや、ちょっとチャレンジなんでガチでいきたいんですけど、ちょっとうますぎてね。で、今回ね、ちょっと僕のこの T シャツをかたどったこちらラスカルも可愛くつけていただいておりまして、ちょっとこういうお気遣いがマジで嬉しいですね。本当は最後まで美味しくいただきたいんだけれども、ちょっとチャレンジ目に食べていきましょう。うわー、うまっす。うまっ。前回ね、動画でお伺いした際にも、大量丼っていう、もうめちゃくちゃ盛りがいい、この海鮮丼、いただいたんですけど、うまいのよ。うまっ。うわ、急ぎたくないこれ。まあ、ちょっとこちらもウニゾーンですよ。やっぱまたね、最近僕もチャレンジメニュー始めましたけど、こうやってね、本当に美味しいデカ盛りチャレンジメニューは幸せしかないわ。うまっ。うわっ、うまっ。最初これ脳天ですか。脳天です。うわー、やっぱり。いや、インドマグロね。インドマグロの脳天。うわ、めちゃくちゃ脂乗ってるな。うわ。うわ。牡蠣。牡蠣です、牡蠣。うわー。やっぱりね。またね、ちょっと画面には見えてないと思うんですけど、このネタとご飯の間にね、刻みのあのかんぴょうを入れてくださってまして、このちょっと海鮮の香りと、まあ、さっぱりとした味、そこにちょっとしたこのかんぴょうの甘みが
めちゃくちゃ合う。このデカ盛りでもさ、美味しく食べていただこうっていう店主さんのね、この心遣いが感じるデカ盛りでね、ただただ今日はうまいです。うん、じゃあちょっとこちらのですね、ラスカルの結びをいただきます。うん、うまっ。もうこの今日のね、動画が上がる頃にはだいぶ1ヶ月ぐらい経ってるので、皆さんのね動画も更新されてると思うんだけど、本当に大食いの方こぞってこちらのマスボウさん来てまして、一回食べてみたらわかると思います。今日ちょっと朝もね、もう何回も来てますみたいな常連さんにもお声掛けいただきまして、このお店は来たくなる気持ち一回食べればねもうわかりますんで、ちょっとぜひ皆さんマスボウさんの虜に一緒になってください。今ちょうど10分ですね。正直10分で食べる量じゃない量食っちゃったですね。うますぎて少しオーバーペースです。正直もう半分近くいってるので、多分2キロちょっとは10分でいただいてると思うんですけど、おかわりは無理ですね。さっきのスプーンじゃわかんないと思うんだけど、これ見えるかな、この牡蠣のデカさよ。デカすぎるでしょこれ。うん、あうまもうこれちょっと見えるかな、もう完全にほぼ半分でございますね。さあ、来たよ来た、ここ僕の大好きなアナゴゾーンですよ。今ね、こんだけ海鮮食べた後のこのちょっと甘めの中継地点最高だね。うん、もうトロタクに関してはもうのんべえだったら全員大好きなネタだね。そろそろですね、お腹的にもだんだん溜まってきまして、大食いモード入ってまいりました。こっからはガチ勝負ですね。すいません、お味噌汁までありがとうございます。ちょっと別途サービスでね、お味噌汁いただきました。今ちょっとこれ食べて気づいたんですけど、この真ん中がお米多くならないように大根で高さ出してくれてるんですね。こんな気遣いあるところないですよ。普通はもう真ん中そのままお米ギュッと高さ出しますけど、楽しく美味しく、完食です。普通はこういうお皿って中心に行けば行くほどお米がね、高さ大きくなってくるんでしんどくなるんですけど、そんなことなくてお米これ全部お皿一定です。めっちゃありがたい、こういうの。ただちょっと40分は調子のとかもしれないしね、やっぱ楽しくおしゃべりしてやるとお腹いっぱいになってきますね。チャレンジ
あちょっと今ですね、前回もあの大量丼で味変でいただきました。こちらジャムソースですね、いただきましたんで、これかけるとマジで海鮮ビビンバになるから、これちょっと皆さんもね、丼物頼んだ際はこの味変ソースね、使ってみてください。これあーうまい。マグロなんかも一緒でポッキーみたいになりますよね。ちょっとごま油の感じとお味噌っぽい甘みと、うまい。チャレンジモードって言いながらなんかこう毎回引き戻されますね、うまくて。うん、ということで、もうほぼほぼ具材はないですね。ただあと7分しかないので急ぎます。うん。うん。ということで、今ね、チャレンジの40分は過ぎたので失敗なんですけど、食べちゃいましょう。うん、あー、嘘じゃ。ここは、あー、やばい、いっぱい、あー。ということで、ちょっと時間は約10分ほど予定よりもオーバーしてしまいましたが、なんとか完食ということで、やっぱりね、魚介系のね、重量に関しては他のものを食べるよりも量多く感じますね。まあ、ただですね、マジで美味しかった。時間が間に合わなかったのは、僕がね、楽しみすぎた原因も一つあるとは思いますが、楽しみすぎちゃうぐらい美味しい海鮮丼だったということで、あんまりですね、コメント欄で僕をいじめないでください。またですね、改めてお話になりますけれども、こちらのね、マサホーさんではもちろんデカ盛りとかチャレンジメニューではなくてですね、ちゃんとお寿司だったりとか美味しい海鮮丼、ただ店員さんがね、盛らないと気が済まない、盛るのがね楽しいっていう方なので、通常ね、もちろん海鮮丼も前回動画でご紹介したようにネタの数がなかなか乗っております。まあ皆様はですね、ちょっとお腹を空かせて、ぜひ美味しくて安いこちらマサゴーさんの海鮮丼やお寿司食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この後ですね、僕は2時間半かけてまた帰るところではございますが、そのまんま帰るのは無理そうなので、一回パーキングでお昼寝して帰ろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、お腹いっぱい。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。皆様すみません、本当に今回は全力でねチャレンジやろうと思ったんだけれども、このマサボーさんの味の良さで値段の安さ、何よりも大将やお店の方のね、この人情だったり優しさ、行くたびにこれがしみるのよ。まあ行くたびといってもまだ2回目なんだけど、いや本当に素敵なお店でございます。なかなかですね、群馬の方には行けないよと、遠くて食べに行けないよって方は多数いると思うんですけれども、ぜひですね、本当にこの群馬の方面に行く用事があれば、一度ですね、このマサボーさんでこの人情の味をね、皆様にも体験していただきたいなと思います。いやもう絶対に行っていただけたら後悔しないと僕がね断言させていただきます。まあ、ちょっと何様なんだよって話なんだけどね。ということで、この辺りで本日の米編コーナーに参りたいと思います。今回はですね、直近のコメントの方で気になったものを抜粋させていただきました。まず本日の1つ目、これね、毎回僕も思ってます。正直その編集をしてる時にね、一口食べた後に「ああ」とか「うん」とかこうなんか出ちゃってるんだよね。正直これ気になる人もいると思うのよ。
ちょっとうるさいというか、また言ってるよって思われる方もいらっしゃると思いますし、このわらを見る限り、好意的にというか、いい意味で、あ、美味しいんだなと、分かりやすくていいよっていう方もいらっしゃると思いますし、賛否両論だと思うんだけれども、僕自身も、多くねとは思います。正直。で、やっぱ編集中はね、こう、気をつけようと、次撮影行くときは、あんまりこう、言わないようにしようって思うんですけど、やっぱ実際現場行ってみてね、美味しい料理を食べると、出ちゃって、てるんですよね。これがいい癖なのか悪い癖なのかわからないんですけれども、普段からね、全然カメラとか回ってなくても、うちの妻と外食行った時に美味しかったりすると、うわうまとか一人で言ってて、うちの妻にね、また言ってんのとか言われたりするぐらいなんで、もうちょっとね、この癖は治らない気もするんだよな。もしかしたらちょっと回数減らしてほしいって方もいらっしゃると思うので、できる限り気をつけようとは思うんですけれども、多分ですね、今後なくなることは絶対にないと思うので、そのあたりご了承いただければと思います。美味しいっていう証拠でございます。はい、ということで本日2つ目のコメント、こういうご意見ね、ありがとうございます。やっぱり僕もね、昔は1分1秒争ってどれだけ早く食べれるかと、もう本当にフードファイターという形で全力でね、挑んでるような動画ばかりでしたので、当時のファンの方というか、昔から見てくださってる方はね、こういったご意見多数あるかと思います。ただもう本当にありがとうございます。普通大半であればね、もう今のこの食レポをしたりとかするようなやり方にしてから結構年月が経ってるので、見なくなるっていう方が多い中で、こう長年ですね、こう応援してくださって見てくださるっていうのは本当にありがたいなと思います。ただですね、やっぱりこうデカ盛りでもチャレンジメニューでもですね、あのお店さんの方に時間取って料理作っていただいてるので、なんだろうな、自分たちのすごい姿だけじゃなくて、それを見てね、その料理食べてみたいなと、もっともっと思っていただきたいなと思うので、今後もですね、やっぱりこう食レポをしながら、どんだけね、本気でも全力でも、あくまでこれ食べ物をね、紹介するという動画を、そういうスタンスをね、捨てたくないなと思うので、もちろん全力でやる部分は全力でやるんですけれども、やっぱり食レポだったりとか、皆様にね、紹介するっていう部分も合わせて全力でやらせていただきたいなと思います。ちょっとですね、元々のスタンスがあるので、その頃から応援してくださってる方にはご不便をかけると思うんですけれども、昔は昔、今は今での、またね、新しいこのラスカル新井の動画の楽しみ方をしていただけたら嬉しいなと思います。ということで、本日最後のコメ編。こちらご紹介いただきましたイブトさん、もちろん僕も存じ上げております。昔のですね、女王戦、女性のテレビでやってたの、大食いの大会の時に確かね、出てたんですよ。でこちらのお店はですね、つけ麺とかでも本当にこのグツグツ、石焼きビビンバみたいな器でつけ汁が出てきて、もうグツグツに沸いてるような熱々のね、つけ汁にこうつけていただくつけ麺だったりとか、土鍋かな、確か土鍋でこうガスコンロの上に置かれてて、それがもうチンチンに最後まで熱々で食べれるみたいなね、ラーメンを提供しているお店さんでして、この豚カリーラーメン超うまそうっすね。名前だけでなんかお腹空いてくるわ。こう濃厚なスープにカレーって絶対合いますから、ちょっと確かにもう結構ね、前の大会ではあったので、このねコメントを見て、ああ昔ずっと行きたいと思ったお店だと、正直撮影とかでね、全然まだ行けてなかったので、改めて思い出せました。ありがとうございます。ちょっとこれ公式のねツイッターとかもあったんで、ちょっとそっちの方からポイントとか取れればね、行ってみたいなと思います。うわ、ちょっと想像しただけで腹減るな。これ話してて楽しくなってきちゃった。ありがとうございます、情報。今後もちょっとね、おすすめのお店さんね、皆様も教えていただけると嬉しいです。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。